仏教読書第27話、どんな悪をもなさず、あらゆる良いことをし、おのおの心を清くする、それが仏の教えである。耐え忍ぶことは、なしがたい、修行の一つである。しかし、よく忍ぶ者だけ、最後の勝利の花が飾られる。恨みのさなかにあって、恨みなく。憂いのさなかにあって憂いがなく、むさぼりの中にあってむさぼりがなく、一物も我が物と思うことなく、清らかに生きねばならない。病のないのは第一の利、たるを知るのは第一の富、信頼あるのは第一の親しみ、悟りは第一の楽しみである。悪から遠ざかる味わい、静けさの味わい、教えの喜びの味わい、この味わいを味わう者には恐れがない。心に好悪を起こして執着してはならない。好むこと、嫌うことから悲しみが起こり、恐れが起こり、束縛が起こる。